さあ一体何があったのかなまあ、ちょっとスクそしてコメントを一部読んだんですけどうんえまずジリムさんこんにちはよろしくお願いしますえカブ君ちょっとお邪魔するわねリリラリリ,リ,リララ様のコメントは私はずいぶん考えられて投稿されたもんだと思いました僕全くまた読み返したんですけど問題なかったなって感じるんですよねむしろたくさんの情報をいただいてましたんで。 かなり現地情報とかもいただいたら全く問題なかったなっていう気はちょっとしたんですよ。不快な思いを持たれている方がいらっしゃらないように私だけの思いだと述べ,述べていらしたはずです。うん。そういう感じだったと思うんですけどね。4年前の世界埼玉世界選手権は私にとっても、えー、悲しい記憶だけなんです。えー、それは、えー、試合中に何があったかではありません、えー。プーサンシャワーも当日は風物詩でしたから、えー、選手は それなりに対応していたでしょうま、えー、くんも、えー、プーさんの海を上手に泳いでいましたよということなんでこれはプーさんシャワーと今回の話関係あるのかなっていうことなんですかね。 風シャワーなるほど、すむくんの当時、過去一番苦しい姿を見たからです、えー。苦しむ彼を見たくない、それだけですね。うん。で、リリーラー様は、現地観客の選手を応援するたに姿に、えー、選手は喜びを感じている姿を見て、えー、心の、えー、奥に居座る、えー、悲しい記憶が流されていたのを感じたのではないかと想像をします。えー、長い間、悲しい記憶にとらわれていた,いたが、えー、それから解放されたとお話をしたかったんではないでしょうか。私の 勝手な想像ですが違ったらリーダーさんもごめんなさい。私もカブクンチャンネルに集,集まわれる、えー、集まれる皆様と、えー、仲良くしたいと思っています。この機会によろしくお願いします。マトハウスのことを偉そうに言っていたら恥ずかしいということ。これはプーサンシャワーだ、関係あったということ。つまりプーサン、あなるほどですね。ということなのかなあなるほど。ってことは、 今回の世界選手権はプーサンシャワーがなかったから良かった的な感じだったのかなっていう。ちょっと待ってくださいね。やっと理解し始めたかもしれない。え、あとびようさんよろしくお願いします。え、かぶくんおはよう。すいません。言い過ぎました。お騒がせ。いや、全然大丈夫なんですけども。うん、ちょっと喧嘩になってるのかなっていう感じがあったので。うん。はい。エビリーさんよろしくお願いします。羽生くんのサムネの動画のところに、え、シュマくんのファンが、 前回の玉ありの世界選手権の辛い現地の記録が、えー、今回で払拭されて幸せ的なコメントを抱えていたから嫌みに嫌みに来たのと判断されてそれで揉めてるんだと思います。えー、あなるほどですね。やっっぱりそのの前回の玉ありってことは、 やっぱそのプーサンシャワーのことだったかなうんおー。なるほど、プーサンシャワー、あ、なるほど、定期選手のフは多分黙っていたけど、まあ、なんというか世界選手権中も、うん、ね、スルー力って必要よね。えー、揉めたらカブクさんが困るかはね、という。まあ、ちょっとね、いろいろあったんですが、プーサンシャワーのことかっていうふうに、まあ、やっと合点しましたね。うん。 なんか、怪我かなんかな怪我のことかと思ったんですよ全然じゃあ、プーサンシャワーだったね。え、桜子さん、おはようございます。よろしくお願いします。以前から、なじこみの話などを繰り返してていましたんで、そう感じていましたが、うん。あ、そう、今回、なじこみがなくてよかったなって、僕はちょっと感じたんですけども、あの、やっぱり、この昔のプーサンシャワーに関しては、まあ、それはそれでいい思い出だったなっていう感じなんで、まあ、僕はどっちもよかった気はするんですけども、ただ、今回、いろいろ新型コロナのこともあったりとか、まあ、その、フラワーガールがね、氷を傷つけたりする っていう話もあったんで、まあ、それがやっぱりなかったのと、あの試合のスムーズさだったりとか、お客さんの拍手だったりとかし、結構それでいい感じになってたんで、まあ、昔は昔、も今っていう感じだったんですけどもね、うん、で誤解や被害妄想と言われてしまえば、何も言,わ言えなくなってしまいますしえ、そもそもこういうことになるから、今までも反応せずにいたいましたえ。ただ一つ言いたいのは、まるで羽生くんファンが他選手に拍手すらしてなかったのかのように、話がされている流れにも、正直モヤモヤがありましたという、え、 でそんなことはないとは思うんですよね、僕っていうのも、えー、宇野選手が出てきたときも、皆さん、ちゃんと拍手を昔、だから、まあ、テント、えっ、ー、と、羽生さんが現役の時も、皆さん、宇野選手の、えー、時にも、ちゃんとスタンディングオベーションをしてたと思うんですよね。うん、だから、多分以前は羽生選手とファンがかなり、あのねえー、試合会場に多かった、割合的に多かったということもあって、やっぱりなかなかちょっとそういった比率があったのかな っていう感じななのかな私はそんなことはなかったとテレビを見て感じていたし、羽生くんが急遽決欠場になった試合でも、えー、羽生くんファンは、えー、最後まで試合を見ていて応援をしていたと聞いています。うんえー、2019年も現地にいた方は日本開催だから、えー、海外選手がアウェー感を感じないように、えー、精一杯の拍手や下を帯を羽生ファンもしていたと言っていましたよ。うん、そうですねあののー、高橋選選手手とと羽生選手の時はちょっとなんか かなり強かったなっていうのがあったんです。宇野選手の時はうん。皆さん拍手とかしてたなっていう気はするので、うん。またプーさんシャワーが多すぎたのに。 いうところですらやっぱねえー、ただたくさんのいろんな、えー、人間が集まっています、えー。中にはマナーが悪い人もいるのも事実だと思います。えー、羽生君にだって拍手すらしない人もいるし、えー、自分の推しの演技が終われ,終われば帰る人だっています。あそうですね。うん。これはありあ,ありますよね。マナーが悪い人は誰のファンにも必ずいるのです。えー、ノエル滝野さんは 他選手と比べたりしないようにお願いのコメントは、昨日入れさせていただきましたが、届けば,あ届けばいいですかということですね。うんえー、もうすぐリフド配信も終了だから、ゆっくり。えー 第四、えー、スターズ・オン・イスも3回会場に行くので、えー、目いっぱい皆さんにお拍手を送っていきます。えー、皆さんの楽しい時間の邪魔になるんでも、この話は終わりにします。時間があるので、時間がなくて急いで書いたんで、変な文章になっていたらすいませんというね。まあ、スターズ・オン・イス明日から始まっちゃうということなんです。なので、まあ、できればちょっとね、うん、もやもやを終わって、でも結構やっぱり僕が思った以上に、今回問題あったんですかね。うん、ちょこちょこね、なんか、 ありましたよねでもそんなに気に留めてなかったのでちょでもプーさんシャワーかっていうのを今気づいてちょっとかなり合てをし始めてるっていうところですけどうんはいえー、竹森猫さんよろしくお願いします、はい、よく揉めますねどうぞ揉めてるんですかぶさんお疲れ様ですスルーでいいと思いますよというねちょっとね逆にスルーできなくなってきてるのかっていうところまで来ちゃってるんですよねうん はい、まあ、スターズ・オン・アイスが始まっちゃいますのでね、あ、これで先ほど読みましたよね、あの早くなんとかしたいんですよえ、リリア様、よろしくお願いします。リリア様のコメント、全く問題ないのかって僕は感性ていて、現地の情報がすごくよくてですね、僕は目を丸くして見てたんですよ、本当に。うん。羽生さんのファンの方々に不快な思いをさせてしまい、申し訳ございませんでした。え、時代が変わったと思ったのは、かつての投げ込みで盛り上がる応援ではなくて、大きな声援と、手がしびれてしまうほどの拍手。え このきとバナーで応援をする様子を言ったんで、羽生さんとは全く関係ありません。うん、でしうね。というふうに僕は感じたというか、特に全然気にしてなかったので、ちょっと次々に出る神演技にとても興奮し、これでも正直、シ馬マさんが優勝できなくてもえー、仕方ないと思いましたが、ショウマさんも、えー、怪我をかえながらも素晴らしい演技で優勝できたんで、最高と言ってしまいました。うん、えー。地元埼玉でこのような素晴らしい大会が行われたことをとても嬉しく思いました。 で主人と将校のマゴトでお花見に行っていきます。揺れる車の中でだ、えー、だご時脱字がありましたらお許しください,いあ、ありがとうございます。あの皆様のコメント本当ね以前あの世界選手権の時から、えー、現地感染情報とかとても良くてですねあのすごく良かった。僕全然何も問題なかったなっていう気はするんですよね。なのでちょっとちょっと残念な感じはありますのであの今回は本当に宇野訓美くんにもジューファンくんだったりとかあとキーガンの温かい声援であったりとか。 かあと、えー、個人戦だけじゃなくてね、えー、団体あペアの方でも、えーね、サラ・コンティとかの、えー、組にもすごい拍手があったりとかして、あと本当、ウクライナのね選手たちも優しかったり、全体的に温かいものがあったんですよね。なので、まああのー、そうですね僕は個人的に世界フィギュアを全部見通したっていうのはまあ、んまなかったんで、そういった意味でも温かさを感じたんで、それ良かったなっていう気がするんですが、まあ、プンさん ということを考えると、まあ、あれは羽生選手のファンがかなり締めてたっていうのもあるので、まあ、それもあって、ちょっとやっぱ他のファンの方がちょっと不満があったのかなっていうところなんですかね。うん。まあ、あれはあれ、これはこれっていう感じそれはそれでプーサンシャワーも、ね、まあ、いろいろ問題はあったかなっていう部分もあるとは思うんですけども、まあ、あれはあれで。 うんまあ、いろいろあるかと思います。やっちゃんちゃえさん、よろしくお願いします。多分羽生さんのサムネのところに書き込まれたのが、不快の原因だったのかな、えー、皆さんが全選手応援をしているわけではないので、私もどこにコメントをしようかと考えますが、宇野選手の話題が下の方だと見,あ見てもらえないのかなとか、新しい話題は楽しいところ、新しいところに書いた方がいいのかなとか、たまたまここを見て、書いてみようと思った方はわ、分からずに書いてしまうかもですし、大きな大会の後はいつも荒れてるんで、えー、疲れますねと。うん 結構ね、このどこに書くかって結構自由になってくるので、あ,のあんまりこう、そんな過剰反応っていうか、そんなにはね、気にしたともいいなっていうのは僕は感じるんですよね。うん、なんで、まあ、あのそうですね、まあ、結構他のの選者のとこの動画に、まあ、書いたりして問題は起きる、でもそんなにその書く方もそん,なそんな気にしてなかったりとか、新しくね、コメントを書く人も結構いるので、まあ、結構難しくはなってくるのかっていう気はちょっとするんですけどね。うん はい。おはりこさん、よろしくお願いします。え、ジゲン様の返信団にコメントをしたけど削除して、改めてコメントをします。えー、私も今回の世界選手権の関係が良かったとコメントをしてしまいます、うん。僕もね、思ったんですよね。ただ、それは、でも、このコメントで気つく人がいたならごめんなさいということですね。うん、僕も正直思ったんですよね。 うん、ただ、あの、前の、でも、羽生選手のファンがたくさん、やっぱね、会場にいた頃っていうのは、まあ、やっぱり、他のファンは不満があったのかなっていうところはあるとは思いましたね、今回ね。うん、ただ、まあ、あのそれはそれで、ね、まあ、今回は、だから、いろんな選手のファンがいたのかなっていう感じになったんですかね。うん、羽生さんだけのファンの方が、やっぱり、その、試合に来なかったっていうところでの、まあ、あまた違った。 世界正式になったのかっていうところですかね？うん。 はい。ちょっと求めるのがかなり難しいです。195t さんよろしくお願いします、えー。今回の件、個人的に感じたことを正直書かせていただきます。以前に前回埼玉開催の世界選手権で、えー、辛い思いをした、悲しい思いをした発言があったときに、一部ですが、それがまるで羽生さんのプーさんシャワーのせいだったかのような、えー、コメントなども見られて、ちょっとも,もめもめになりましたよね。うんあ。それね、これぶっちゃけそうなんですよね。そう。これあって、結構、だから、 ったかな2か月くらい前ですよね、かなりありましたよね。うん、で、今回、そうですね、さらには、スターズ・オン・ワイスに羽生さんも出てほしく大発言だったりとかもあったんで、何でもかんでも羽生さんのせいにされているというような記憶がこびりつ,ついているのです、うん。これはね、なんかあったかもしれません、確かに、えー。その記憶があるんで、単純にあの時は辛い思いをしたという、えー、前回と。 今回比較する言葉に対して、えー、今回は羽生さんがいないおかげで素晴らしい大会になったと言っているように聞こえなくもない。ああ、確かにですね。それは聞こえちゃってるのかな。うん。確かに、思うと。 全然気にしなかった。それ、そういう感じなんですかね。私は正直一瞬、うんとは思いましたが、思いましたね。以前の強かった発言を思い出しましたから、心の中ではまたかよと思いました。ごめんなさい。だけど悪意で言ってるんでないと自分に言い聞かせて、その時はスルーしました、えー。こういう発言はすべきか悩みましたが、書かせていただきましたというね。あということですねあ。なるほど。そういったこともあるんですかね。 うん、羽生さんがいない,いないおかげで素晴らしい大会になったっていうのは、これはちょっと、ちょっと衝撃だなっていう感じはするので、さすがにまあ、うん、それはない。 とは願いたいんですけどね。願いたいですね。うん、願いたい。はい。えー、マイクバーチャーさんよろしくお願いします。カブ君、こんにちは。えー、とぼけたこと言ってるんじゃないですよも。揉めてますよ。揉めてますよね、本当に、ちょっと揉めまくってて、えー、ホッタはエミリー様のコメントにもある通りです。えー、今回の世界選手権を賞賛された方が、えー、たまたま羽生君のサムネの動画にコメントをしたところ、えー、この方が称賛ファンだったというのもあり、えー、コメント欄で羽生君の話題を楽しく、えー、お話をされていた方たちの。 っ石を投げられたよと判断をされてでですすとということですねあこれ本当、ね、自由ですよ本当あの何だっけ、えー、どこの動画にコメントするについてもね、うん、ほんとでもそれについてこうまあ過剰できればね過剰反応っていうかそんなには気にしなくていいなっていう気はするんですけども、えー、僕もコメント読んでみましたが全くそのように受け止められ られず純粋に今回の世界選手権に感動してコメントをされていたようなんですがわざわざ羽生君のサムネの動画に投稿されたことは複数の羽生君ファンはフ羽生くんファン僕は受け取りましたんで、えー、ので、えー、ご不快だったんですようですということですね。うん <laughs> でも投稿されているコメント自体は、えー、僕も全く同感で、おそらくおこ行いかれた読者の方も、えー、同感だったと思います。えー、加えて、たまわりの何が素晴らしかったのかわからないというような、嫌味のコメントを投稿される方もいてあ、これはね、僕もちょっとびっくりしました。うん、これは良くないなっていうは感じますよね。ちょっとね。うん、これは言ってた僕も含めて読者の方たち全員対する侮辱だと僕は受け取りましたんで、えー、ど,ど、ど、どてん、 を、えー、つく勢いで、えー、怒りのコメントをしましたがいまだに返信はありませんねという,う。これどどか どばってんかどばってん,んですかねはい。ということですね。うん。で、羽生くんのことはリスペクトしていて、日本だけじゃなく、えー、世界の手法だと思っている僕にさえ反対側に追いやってしまうのは羽生くんファン自身じゃないでしょうかね。あまりにも神経過敏で、えー、過敏で、えー、被害妄想的じゃない,な,ないですかね。それでも羽生くんファンは上,上級国民ならい上級ファンとでも思っておられるのかなもう理解不能ということです。ただね、偽物っていう話があったら、あれはちょっとびっくりしちゃったなっ って思うんですよね僕も読み間違いだと思いました。うん。偽物には戻りたくないっていうコメントあった。あれはちょっと僕はびっくりはしましたけどね。あと、ちょっとね、えっ、ー、と、いろいろあったので、うんただ、プーさんシャワーのことなのかな。うん。まあ、羽生くんは来なくてよかった的なコメントが、という、えコメントのその理解、理解っていうか、その、あれですかね。うん はい、ちょっとパニックって聞いてます。えー、ミケ様、よろしくお願いします。え、私もたまわりめちゃくちゃ語っちゃったんだけど、あれ不快なんですかえー、すいませんでした。続きの話もあったんで、控えますという。これもう僕もね、えっと、試合中、興奮しまくってて、もう何が何でも世界一だなって思ったんですよね。うん。でも、常に僕は世界一って言ってるんで、あの、そんなには、あの、 ずっと興奮しまくってたからあれかな。でも、中には深いあった人もいたのかって考えるでも、さっきのプーサンシャワーと比較するっていうのもあるんですかね、やっぱり。ちょっとごっちゃになってきましたね。うん。整理しないといけない気がしました。えー くまううこささんんんんよろししお願いいす。す。にちは。めててて、のととご心配されあててあらあらという感じです、うん、久々のコメントですが、世界フィギュアは皆さんからきっといっぱいあったでしょうか。一つだけ、私の感動ポイントは観客、うん、観客感動しましたよ、僕も。うん、本当に。手拍子のタイミングや、え選手の拍手の公平性、え失敗に対する応援な拍手などなど、曲調が変わるとき、ぴたと拍手が止まるの,止まるのはえ、鳥肌が立ちました。え初 ましたが本当に熱心で応援されている方々なんだと、えー、その1円で1000円をくれることが、えー、誇らしく幸せでしたよ、うん。本当に夢のような最高の数日でした、えー。しばらく聞いてなかったんで、皆様の投稿が分からずタイミング変化と思いましたが、お邪魔しましたという。僕もね、本当に純粋に良かった気はしますよ。観客の皆さんもとてもよくて。うん、ただまあ前の、前のプーさんシャワーはプーさんシャワーで、あプーさんシャワーだっていう感じだったんで、でもそれがまあ他の選手にこう迷惑になってたということを、 まあ前知ってああ確かになちょっといろいろあったのかなだからまあちょっとこちょっとねえー、そういった意味ではまああの花束贈呈っていうのはまあ今回はなくてよかったんじゃないかなっていう気はするんですよねあの時あの時この時はこの時で、まあ、今回良かったなだからこのまま続けていこうかなっていうムードになってる気はするんですよね個人的にはうんなので僕はすごく、えー、画面越しではありましたとてもいい雰囲気にはつながったんですよねうん まあそれイコール、羽生君イコールいなくなってよかったみたいに捉えると、まあ、確かにファンの皆さんはちょっと、羽生ファンの皆さんは、ちょっと、うんっていう風になっちゃうのかなっていうのも理解できるので、ちょっと難しいなっていう感じで。めちゃくちゃ難しいなってちょっと思いますね。はい。ちょっとはい。えー、GN 様、よろしくお願いします。人気者には、アンチャーはつき者だとつくづく感じます。推しの応援をするのはいいことだけど、推しが悲しむような態度は慎むべきだと私は思います。選手投票者は仲がいいのに、ファンも悪口や悪態をする 時間ががあるならばししの応援に専念した方が数百倍有利だと思います私はもちろん、おしはいますが、スケーターは皆様をリスペクトしています。だから全員応援です。ファン同士転嘩しないでというね。そう、本当なんですよ。羽生選手のファンのさんは多分ね、ギフトであったりとか乗ってステラーターに集中していて、僕もね、まあ、コメント読んでいて、まあ皆さんそんな感じで、羽生選手はプロ、そして、えー、と世界フィギュアの選手たちは皆さん現役っていう感じ世界フィギュアっていう感じで、まあ、そうなってたんですけども、 確かに最近世界フィギュアの場で多かったんで、それもあったのかなっていう感じですかね。うん。はい。まあ、あの、ちょっと、ど、これはどうしよっかなっていう風な感じですよね。うん。本当にね、難しいなっていうのを感じますね。うん。 はい。えっ、ー、と、ちょっと、難しすぎますね、これは。はい。YM 様よろしくお願いします。翔馬くん、押しの私が書くと、また揉めるのかな。え、でも、羽生さんとは関係なく、今回の玉ありでの世界選手権で思ったことを書かせてください。私の隣、20代後半くらいの2人組の女の子。私の、えっ、ーえー、と、まとまりの女の子は、かなりのスケオスタスキューターで、えー、その隣の子はですね、ちょっと興味があったから、ついてきたが、つたって、え、感じでした。私の隣のスケオーター女子は、翔馬くんとチャシューファンくんのファンらしく、推し2人 1> が12で最高ってて興奮をししいました、えー、その子たち、翔馬くんのバナータオルはもちろん持っていたんですが、たくさんの国旗も用意していて、けき合った女子が次はフランス、次はイタリアって指示をしながら2人で振ってくれましたね。す、う、べ、ん、て近いくらいスタ呼びもしていましたし、おばさんは感動しましたよ。えー、若い子た若い子の方が素晴らしい完成マナーを身につけているんだなと、敬、え、服、ー、をしましたね。 うん、明らかにたくさんも変わっていて若い子も多かったし男性もかなり見かけます男性もね多かったっていうことらしいですねうんエキシビションの隣は女性が、えー、40代くらいの男性で舞、えー、ちゃんのファンらしく桜を見て泣いていましたちょっとびっくりしたけどなんかいいなって思った、うん、これはエキシビションねで今回チケットが売れなかったとか空席があるとかいろいろあそうこれもねちょっとあったんですよねそうこの観光掃が泣いてるっていう話は途中あったんですけど ま、ああの、全然観光道には泣いてなかったんですけどもね。うん。あの、ほんとね、途中で、試合中に観光道には泣いてるみたいなコメントあったんですけども、なかったので、それはちょっと、うんっては思ったんですが、世界フィギュアの興奮であっという間にそのね、消えた感じもありますそういうのはちょこちょこあったんで、ま、途中でうんってはなりながらも見てましたけどもね。でも、ほとんど気にせずに、する、ほぼするがな感じはあったんですが、観光道には泣いてるとか、チケットが売れなかったっていうのはちょっと、 う,うんとは思いましたけどでもこれはね、多分、カブ伎のテレビの中というよりは、他のところのツイッターとかであったんですよね。それを、まあ、えっ、ー、と、なんか流れてきた感じなので、まあ、僕の中ではそんなにね、あのー、まあ、変な不穏すぎる空気でもなかった気はしますけども、ツイッターとかではそういうのがあったのかなっていう感じはしますよね。うん。えー、そういう新規のお客さんも見に来られたのかなと思うとかえってよかったのかなって思いました。うん。そうだから、まあ、そういった意味では、 まあ、あのか僕が言うのは、やっぱり羽生選手のファンか、かなり多いですのでえ、やっぱりこうね、羽生選手、電気のときはもう、羽生選手のファンだらけになっちゃうって、これはもう、もう明らかに分かりますよね。でも今回は、やっぱ羽生さんプロに行ったということもありまして、羽生選手だけが好きなファンの方は、やっぱりこう行かなかった箇所多いと思うんですよ。ぶっちゃけるとね。だから、そう考えると、まあ、いろんなファンが来ることができたっていうのは、これはありえると思うんですよね。うん、十分考えられますよね。まあ、いいか悪いかは別として、そういうふうになってたと思いますよ。うん。で、今回チケットが売れなかったとか、 は、えー、これ読んでしてですねおばさんが押しをめぐって争う時代はもう終わったのかな確実に新しい風が吹いているように思えましたうん。で、成り込みについては小んファンはどうしてもどうした どうだ、どうしたって4年前思えば悲しいし、えー、辛いんです。それはどうしようもない。逆だったらって思ってみてもらえばと思います。今回同じ地で世界選手権があって、そのそのことを思い出してしまうファンはたくさんいたと思います。申し訳ないけど、それは仕方ないです。今回それは物色できる結果となって、翔馬くんだけではなくて、ファンも良かったと思いますが、いや私はやはり投げ込みは反対です。申し訳ないけど、それは変えられないです。ということですね。うん。 なのでまああのあの時は、まあ、プーサンシャワーについてはね、まあ、もう散ざ々んざん話しちゃったんでまああれですけどもまああれはあれでまあでも選手でも今回だからそれがなかったっていうことでよりね良、うん、かったって思う人もやっぱいるし、うん、もう僕も個人的には まあ、あの、あ、これでいいんだなって僕は思いましたね。うん。あの、個人的には花束想定とかも見てみたいなって思ったんですが、あんまそれが気にならなかったんですよ、正直言って。うん。あの、花束想定のことを忘れてるくらいに気に,な気,気にならなかったんで、あ、こういった応援のスタイルもいいなって思ったんですよね。だから、そういった意味では、まあ、あれはあれ、これはこれで、まあ、今回よりいいのが見れたのかなっていう気はちょっとあるので、ただ、羽生くんがいなくなって良かった的なムードがを感じてしまったっていうのは、ちょっとそれはちょっと違うのか、 でも思うので難しいなっていうまたちょっとこんがらがり始めてるなっていう感じですけどねうんまあ愛の後ろにはなんか憎しみみたいのがあるのかっていう感じですかねえようこの顔アレクさんよろしくお願いしますさてここに書いてよいのか分かんないままにあわからないまま ちょっと久しぶりに、株君テレビをの覗きに来たら、世界選手権の後、なんだか不穏なコメントが続いていましたね。うん。世界選手権中もね、ちょっとね、あったんですけども、あんま気にならなかったんですが、ちょっとその怒りが爆発してきてる気がします。うん。私は羽生結弦ファンですが、実はそのずっと前からのフィギュアスケートファン、世界選手権素晴らしかったですね。えでもこれは日本開催だったから、えー、他,あだからに他になりません、他なりませんし、一家の花火になる可能,可能性もあるしあ、一発花火です 世界的にはフィギュアスケートは世界世界は大ピンチ、うん、フィギュアスケート世界は大ピンチ本当なんですよね、まあ、INC のせい,かせいなんですがせっかく持ちこたえている日本でファン同士が足引っ張ってって引張り合ってる場合ゃないえ住み分けっていうけどどんどん小さくすみ分けたら窮屈でどこ,どこもかしこもえちっちゃくなるよ、うん、過去のことを引っ張り出してあーだこーだ燃めるのやめてじゃんじゃん誰でも混ぜて盛り上げないとそしてその姿を見せていくしかないいかないとフィギュアスケート 衰退していくもうみんなで盛り上げないと、私の推しの未来に、もうあなたの推しの未来に、も影が落ちていきます、えー。フィギュア村なんていうイメージをぶっ壊していこうというわけで、スターズ・オン・ワイス、えー、全員応援しに行くと、うん、いや、うですよね。まあ、そうやってね、行けば一番いいんですけど、本当とね、ほん今、世界あの、日本はまだ本当とね、マシですからシすぎますからね、あの、本当に世界を見ると、本当に、 それこそお客さんが少なくなってるので、あのまあ、少なくなっているか、あんまりいませんというかね、まあ、観客席、あの空席が目立ちますので、まあ、やっぱ日本は本当、今のところ一番盛り上がってますよ、本当に、うん。なので、引っ張ってる場合では全然ないのかなっていう気はちょっとしますよね。で、羽生選手の場合はもう完全に、もうフィギュアスケートっていうよりも、もう羽生結弦というブランドになってしまっているので、もうこれはね、もう本当に比べられないんですよね。 うん、なので、まあ、過去のプーサン・シャワー,ーの件も散々揉みましたけども、まあ、あれはあれ、これはこれっていうふうに線引きをしてからだと難しいのかっていう気はしますが、ただ、ああ今回、ああ羽生選手がまあいなくなって良かった的なふうに思ってしまった方がいるとなると、まあ、確かにその、 怒りを爆破するファンもいるのかっていう気はしたので、ちょっと難しいなっていう感じになってきますよね。だから、捉え方とか、スルー力をつけていく必要があるのかっていう気はしますね。うん。はい。でも、気をつけすぎちゃうと、純粋にコメントもできなかったりして、楽しくなくなっちゃうんで、そこも難しいですよね。だから、ちょっと、で難しいのかっていう感じになってきちゃうんですよね。うん。 まあ、要するにちょちょっとまあ何なんなんなんかちょっとはい,いなんだろう。 大丈夫あ、スターズ・オン・アイスをちょっとね、えー、楽しみましょうっていうことで、なんとかしたいなっていう感じですね。はい。まあ、羽生選手と宇野選手が手を繋いで、えー、なんか集会、スターズ・オン・ワイスとかで集会とかね、してくれると、なんかファンの皆さん、仲良くしてくださいっていうのをね、えー、羽生君と、えー、ね、高橋大輔選手が提示されてましたけど、この前、ぶん前ね、えー。そんな感じで、手を繋ぐことによって、なんかこう、あれかなうん。ファンも、あ、じゃあ手を繋なでましょうっていうなるのかなって思うんですよね。はい。ということなんで、ちょっと、えー、ちょっと、 まだ分かりませんけどもまとめていきたいと思います。